Good morning, everyone. Today's my breakfast is chicken. Good. 朝ごはん美味しいです。この、何ですかね、エネルギーの枯渇した体に、鶏肉の栄養が、行き渡り、美味しいです。前回クリーパーに、爆撃されたことによりいろんなものを失ってしまいました。とりあえず木材ちょっと集めておきました。これ使って石集めなきゃなぁ。また大丈夫大丈夫、石なんてすぐ集まるからね。もう心配することは何もないよ。木のつるはしを作ったからもう何も怖くないね。よし。石。おーっと、ここだな。ここら辺で石集めましょう。安山岩いらん。あ、鉄だった。もうね、なんか、ゆっくり実況の方ではもう鉄とかね、見つけても、そんな感動とかしませんけど、まあ、こうやって初めから、ワールドを作り直して始めたやつ、やっぱ鉄を見つけるっていうのは嬉しいことですね。あ、小森さんの声がする。小森やる好きじゃないんですけどね。無視します。よしよし、石が集まってきた。これ、とりあえず、あ、ちょ、木持ってた。よしよし。作業台作っちゃいましょう。あれ、実績解除されなかった？え？まあいいや。石のつるはし作りました。ああ、もういいや。バイバイ。で、剣作っていきましょう。実績なんで解除されてなかった。よしよしよし。これで、そう、鉄集めとこう。もう、鉄大好き。やっぱり、何ですかね。前回、自分の死を人に見せてはいけないと言ったにもかかわらず、クリーパーに殺されてしまいましたね。これによって、まあ、視聴者の方がどう感じたのか、ちょっとわかんないですけど、とにかく、ハートフルストーリーを、皆さんにお届けするには、やっぱり、もう、敵に殺されないようにしないといけませんね。なので、もう、鉄の武器というのは絶対に必要不可欠ですね。やった、鉄またあった。鉄の剣を作って、殺傷能力を高めて、自分の身を守ると。ね、それを、やっぱり、やんないと、この動画は成り立たないかもしれないです。おぉ、びっくりした。コウモリ。無視するって言ったけど、やっぱり家出てこられると、ちょっとびっくりしちゃうなぁ。そういういたずらっ子はいけませんよ。ね。石炭集めておきましょうね。松明の在庫も全くない。ちょっと困っちゃうな、それ。よしよしよし、一旦帰りたいんだけど、僕どっちから来たっけ？ちょっと待って、もう帰れなくなるとかその嫌だよ。お、花いっぱい咲いてる。あ、素晴らしい。ここもしかして、花畑バイオーム的な。これすごいな。これ初めて見た。あ、お花がいっぱいあるし、牛もいるし、いいかな。あ、ちょっと待って、そこ。牛、そこ落ちたらいかんでしょ。もう自力で戻ってこれるの？あ、ちょっと無理っぽいよね、こう。僕が、で、こう呪縛から解放してあげる、みたいな。ああ、いい洞窟ですね。
まあ、とりあえず松明と、松明じゃない、これは石炭というもので松明の原料になるんです。まあ、初心者の方は、よく覚えておきましょう。です。こういう初心者のためにもなる、そういうね、みんなが見て楽しむ、そういう素晴らしい動画、そういうものを心がけていきたいですね。よしよしよし、いいぞ。いっぱい石炭あるね。石炭集めるとか、普通はもう、ね、カットするとこだけどね、そういうのを全部移しちゃう。こういうサービス精神、満載、素晴らしい動画でございます。うん。いや、別に僕、ナルシストじゃ、ぐるっとやった。まあまあまあ、いい刺激になりましたね。サプライズ。そんなに構ってほしいのかな。よし、とりあえず脱出だ。せっかく松明、手に入れたんだし。松明じゃないって、石炭だって。帰んなきゃうちに。ちょっと待って、これ帰れないかもしれないな。困ったな。あ、じゃあ、この花畑培養部のところに、新しい家を作って、で、コンパスを作って、それで家に戻ろう。それがいいや。ここを第二拠点にしよう。ね、お花大好きだから、うん、お花大好きで、ここにちょっと、拠点作りましょう。何してんだっけ？ああ、そうそうそう。鉄インゴットが欲しい。鉄インゴットが欲しいから、かまど作っちゃう。よし。で、あとは、お、びっくりした。牛か。びっくりした。あまり脅かさないで。うん。あ、いけない。日が沈んできちゃう。斧作ってないじゃん。斧作りましょう、斧。ちょっと待って、またなんか、何もできないうちに夜になっちゃった。それやだよ。よし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 。白樺、白樺。白樺。ここにも白樺。白樺がついちゃう。君たちを使って家を作らない。君たちは木材。多分、棒になって松明になる運命なんだろうね。どうしよう。日が沈んできちゃう。仕方ないな。穴掘る？穴掘っちゃいます。穴掘りますか？せっかくゆっくり実況の場合とは違う感じで、進めようと思ったのに、また拠点は穴掘りになっちゃうのか。あの、背に腹は変えられぬって感じかな。あー、いかん。よしよしよし。じゃあ僕は自分自身を埋葬します。皆さんさようなら。あ、暗。よし。ちょっと広げましょうか。まあ一応、牛の声が近い。そうね。別にここを家にしなくてもいいんだもんね。とりあえず一晩過ごせればいいわけだし。あと夜、出歩くの嫌だから、ここからブランチ前、あ、ちなみに、地下掘ってって、鉄探ししますか。そういう合理的な判断をしていくのが重要でしょうね。よし。よしよし。ちょ、お腹が減ってるね。ちょ、かまど外に作る。もう石はいっぱいあるから。石は贅沢に使っちゃいましょう。あ、鶏肉ってなかった。そっか、鶏肉全部食べちゃったか。
ああ、どうしよう。武器を作っておかないと。鉄の剣。で、ちょっと今、鉄ピッケルはちょっともったいないな。石のピッケルでいきますか。ここはちょっと下に掘っていきましょう。ああ、いつもダイヤモンドの通橋を使っているけど、たまには石で掘るのもいいかもしれませんね。特に深い意味はないですけど、初心に帰ったというか、懐かしいんですね。よし。どんどん掘っていっちゃう。よし、石炭も、どんどん取っていきましょう。もう石炭は、僕の手から逃れることはできないんですね。これもみんな僕のものになっちゃうんです。ね。もう僕に見つかったから、そういう運命なんですよな。よしよしよし。鉄出てこないかな、鉄。鉄が欲しいんだけど。よし。お腹が減ってきてるな。ステーキ食べましょう、ステーキ。よし。いいですね。ビフテキですよ、ビフテキ。ね。腹持ちが良いと。あ。ほう。プール。水抜きしてまっすぐ掘ってっちゃいますか。めんどくさい選択をしたな。掘って掘って下に掘っていくと鉄出ないな。もう石はいっぱいだよ。出てこないよ。こんだけ掘ってくんだから、1個や2個は出てきてほしいんだけどな。どうして鉄出てこないのかな。ああ。シェルが壊れちゃう。困ったなぁ。今僕どんだけ下に掘ったんだろう。あれ石好きだから石集めるけど。ちょっと待って。全然鉄出ない。ちょっと横に掘っていきますか。適当に。鉄が出ない。どういうことなんでしょう。ちょっと今、わーっと、牛の鳴き声とともにゾンビの声が。じゃあ、外に出るのはちょっと諦めよう。ゾンビ君たちはちょっと命拾いしたね。あ、雲の上だ。よかったね。僕が外に出てったら、ゾンビ君たちに倒せれちゃってたかもしれないからな。あ、で、やっと出てきた。素晴らしい。鉄だ。やっぱりね、石器時代は終わるんですわ。金属を扱うそういう時代に突入するわけですわ。
くのはいいけど、食料が全くない。あ、鶏の声が聞こえてきたぞ。なんか外に近くなってる。エンダーマンの声も安いぞ。近いな。ちょっと上に行ってみるか。これで自宅の目の前とか来たらすごいいいけどね。そんなミラクルは起きないとは思うけど。あ、土見えた。よし。おはよう。うっと。ごめんね、鉄の剣なんだ。多分すぐ倒しちゃうよ。え、火薬落とさないの。やだな。冗談はやめてくださいよ。弓落とさない。困ったな。鶏がいっぱいいるね。食べ物には困らないか。そうだな。ここら辺に畑でも作る。うん、うっく、ちょっと、せっかくの花畑を壊さないでおくれよ。うっ、マジっすか。いやー、花畑が、防具つけてないからちょっと首が怖いな。僕のような人間でもやっぱり、まあ、怖いものがあるんですよ。いやー、ちょっと今がびっくりしたな。脅かし、サプライズ。ちょっと僕はこの花畑を守り抜かなきゃいけないな。ここら辺を、なんとか、クリーパーの魔の手から守り抜いて、ね、この美しい花畑をね、どうしよう。もう2日目終わって3日目になっちゃったし、とりあえず今回の動画をここまでにしておきますか。ということで、ご視聴ありがとうございました。ちょっと朝ごはんだけ。